マニアミックスフェスタメインイベントコロナエクストラスペシャルタッグマッチ60分一本勝負を行います。アンコーラ130パンドサクラキャンダル205パンドザクレートサスケ。アンコーラ130パンドミスタルカカオ。あんだけ俺たちを覆面マニア盛り上げてやったのによ、なんで今回カード入ってねえんだよ。どうだおかしいじゃねえか。俺たちにも試合をさせろ。試合させろよ。無視するなよ。勝手に紙テープとか投げてんじゃねえよ。おい、覆面マニアミックスフェスタで書いてるやろ。今日はな、女子帯同でないと無理。悪いけど今日だけは無理。なんで今日だけは。せめて女連れてこい。女連れてきたら許してるけど、俺たちにもう遅いな。今日はこのタッグマッチ発表してるから、悪いけど今日は帰ってもらうよ。ふざけんなよ。お前らは家にしかないよ。だんだん俺たちに女気があると思うのかバーカ。この頭じゃ全く持てねえんだぞ。今日お帰りいただく。なんだよ、なんだよこの雰囲気。どうするの。帰りづれじゃねえか。お前らなんてな、死んで地獄に落ちて、今度生まれ変わったら、うちぶちになるぞ。帰るよ、今日。Thank you.
もっと強いよ。漫画だよ。見せる方をぜひ、ご覧ください。
45バラモン州バラモン K 組4対3のハンディキャップマッチとなります。お気をつけください、お気をつけください。選手は離れてください。大変危険です、大変危険です。離れてください、選手は離れてください。大変危険です。何をするか分かりません。予測不能です。選手は離れてください。大変危険です。Yeah!
時間5分経過5分経過ブスの顔、もっとブスにしてやるよせん、せん、せんWe'll be right back.
ついたんですけど、まあ勝てたんで、はい、ありがとうございます。いや、なんか人生初体験な豆腐を顔にぶつけられたり、スライムをつけられたり、マスクも剥がされ、ちょっと精神的ダメージがあるんですけど、でも最後は試合勝てたんで、割り良ければ全てよしってことで良かったです。初の覆面マニアミックス、男女混合マッチだったんですけど、まあすごい個性的な選手を集めて、素晴らしい興行になったと思います。まだこれが1回目なんで、あと2回3回覆面マニアミックスフェスタも続けていきたいなと思います。そのうちだといろいろ他にも企画があるんで、また楽しい興行どんどんやっていきますので、応援よろしくお願いします。覆面マニアね、ミックスフィエスタということで、全試合が男女混合、ところがまだのバカ兄弟、そして剣のね乱入、本当にせっかくのねミックスフィエスタが台無しですよ。本当に頭に来た。でもね、今試合終わって冷静に考えてみたら、女子とは私は戦えないんで、結果的にはあれはあれでありかなというね、ものもまた感じましたね。今終わってみればですね、まああと勝てましたし、まあ、ただその試合変更していいですかと、コロナのね社長にお伺いを立てた時に、あの社長もうんと言いかけて、うんってこうね一瞬首をひねったみたいでね、あの社長にも迷いがあったと。あの迷いが消えればコロナエキストラはスーパードライを抜きます。